ホリエモンチャンネル。こんにちは。暑い夏いかがお過ごしでしょうか。はい。堀江貴文です。どうも、暑い夏いかがお過ごしでしょうか。夏らしいところはまだ行っておりません。寺田由紀です。お小規模農園を営んでおります。現在は主に飲食店に月額定額で卸しています。今後、農地の拡大、売り先の拡大をするか、それとも農地は大きくせずに野菜以外からの収入を増やす努力をする方がいいのか迷っています。かっこ畑をブラウンディングして物販やプロデュースやアドバイスなど、堀江さんならどのような判断をなされますかという質問です。はい、はいはい、ということで本日のゲストはですね、コミュニケーション型オーナー制度プラットフォームオーナーズの運営責任者、谷川圭さんです。よろしくお願いします。すごい、よろしくお願いします。長いですけど、このオーナーズっていうのはどういうサービスですか。はい、ですね、農産物、水産物、加工品というものを対象に、うん、オーナー制度っていうコンセプトを用いて、うん、水産者の方が直接消費者向けに販売するプラットフォームになっております。クラウドファンディング的でもありますよね。はい、おっしゃる通りで、はい、ここ置いてあるの、はい、多分それなんでしょう。おっしゃる通りで、プランって出させていただいてる、今日は農家さんから特別にちょっと少し用意いただいて、ちなみにそれはこれパッションフルーツだよね。はい、海感じ。はい、これは有田の。パッションフルーツ、どこのパッションフルーツですか。これ千葉県の南房総の館山で、作られているパッションフルーツになってます。若手の農家さんでですね、新規収納から今4年目5年目、ぐらいの方なんですが、南国じゃないところでパッションフルーツって作れるんですね。うん、そうなんです。意外と千葉県と気候だったりとかは気にしていてですね、はい、ちょっとおいおい聞いていきたいですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。質問に関してはどうですかね。私はこう答えました。はい、さあ、どれくらいの規模でやっているのか、どんな作物で利益率がどれくらいなのかわからないので判断しようがないですね。とりあえず好きなようにやればいいと思いますがと。月額定額の場合って、例えば農家さんの提案で今年、今こういうの取れたから、送ったよって形があったとしても、なんか飲食店の場合って、例えば今日どんなお客さんが来るかとか、生鮮ものだとたまたま予約がこう、ね、うまく入ってない時とかだと在庫にロスになっちゃったりとか、うん、そのあたりのこうやりくりってどうされているのかなっていうのは、なんかこうふとこの月額定額、飲食店向けにっていうところではなんか思ったところですね。野菜農地は大きくせずにってね、それはだってあなたが、この人が要は拡大をしたいのかしたくないのかみたいな、拡大はしたいんだよね多分ね。そうですね、収入増やしたいんですよね。うん、収入を増やす努力って書いてある。だってでもこの人がセンスあるかどうかも分かんないじゃん、畑のブランディングとかって。うまくいくケースもあるだろうし、ダメなのもあるだろうし、野菜一つしたって、まあ、例えばその希少野菜というか、例えばイタリアンで使うハーブとか、そういうのを栽培してる農家さんとかもいるけど、やっぱりこう商品知識とか、こうなんだろう、どれだけ頑張って作れるかとか、そういうの研究熱心な人とそうじゃない人っているじゃない。研究熱心な人だったらいいけど、研究熱心じゃない人だったら今のままダラダラやってた方がいいと思うし、だから人によると思いますよ。そっか、じゃあもうこの人がまず思うことをやってみて、もらうしか。いやだから結構これじゃ判断できないよねみたいな、あなたの適性だからそれは。そんななんか迷うこっちゃない、迷うぐらいだったらさっさとやれよっていう、そう、漬物とかでもいいし。よし、じゃあ迷うならさっさとやれよらしいの で、ね、さっさとやってみましょう、ね、はい、ということで、最後にカメラに向かって告知をお願いします。はい、たくさん の全国からですね、いろんな食べ物のプランをですね、紹介させていただいてます。ぜひ、いろんなプラン覗いてみてください。生産者の方、産地の方が、産地が、魅力的な産地がですね、そこにありますので、ぜひ見てください。オーナーズよろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆さんオーナーズで調べてみてください。ということで、そしてもういいですか、 そちらは、告知とかどうですか。はい、はい、8月20日東京でワンマンライブやりますので、ぜひ来てください。ワンマンライブはどこでやるんですか。赤坂グラフィティというですね、赤坂の。まだチケットあるんですか。現段階ではございます。放送してる時は売り切れてたらいいな。
って思いつつ、まだありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？